負けたからな。山本五十六とかは最高司令官。そうそうそう。パールハーバー攻撃した最高司令官。でその時あの人は戦争責任。ああれ何やったっけ、裁判、世界裁判、何裁判って言った。あったな。高知県の。天皇陛下が小学校に来たんや。来た。でそれ見たら天皇陛下は神様言って。天皇はずっと代々神様だからな。見たらかんやっていいからマジで言うてこないそうさ。そやけど見たんやその時。見るわ見たいも。見たい。いや本物を見てやっと信用したんや。負けたっていうこと。日本人は天皇陛下が見るまで信用せんかったんや言うまで。でブラジル移民のおばあちゃんなんか大変やったんちゃう。パールハーバー爆弾落とされて日本人はあれちゃん収容所入れられた。収容所入れられたんよ。あそれで船で帰ってきたんよ。まあ返そうやな。おばあちゃんの妹もコーヒー畑行っとったんやからな。ブラジルの、うん働きに行っとったんや、うん、で日本は負けた、うん、負けた日本人はみんな収容されて、うん、ただばたらって働かされた。ただなんだ負けたからな、うん、おばあちゃんはまあ早めに帰ってきてよかったな。残された人が肩身が狭いっていうか。そうそうそう。でもだんだんと逃げて帰ってきた人がおるね、うん、密航で。密航すごいな、うん、船に密航してよく帰ってくれたな。帰ってきた、うん、途中で見つかったら捕まって収容所入れられるから、うん、絶対捕まらんように、うん、船底の中に隠れて帰ってきた人もおるんやって、うん、ほうほう大変な世の中やったよって思うな、うん、だから残ってもコーヒー畑で働かなか、見つかってもコーヒー畑で働かなか、うん、それでお母ちゃん毎日コーヒー飲む。ん？それでお母ちゃん毎日コーヒー飲む。俺もタイから密航船で帰ってくれてよかったもん。密航なんかしたかんで普通。いや密航なんかこの時代できるわけないよ。まあそりゃそうやけどな。ちゃんとイミグレーションとかそんな飛行機でちゃんと帰ってくるのなんで、まず無理ですよ。でもおばあちゃんの頃はそんなんがあったんやからな。すごいな。船底へ隠れて、うん、船底の中へ隠れて帰ってきた人がようさんおるんやで。ほうほう。見つかっ、まあ、それこそ見つかったらな。いや、おばあちゃんもブラジルから帰ってくる時の話聞いたけどすごかったね。何も取るもん取らずにトラックで帰ってきたって言うとって、港まで最後の船かもしれんって言うて聞いたことある。忘れた。でおばあちゃん言うとったで、あれは近所の日本人がこれが最後の日本に行く帰れる船かもしれんって言うて帰るときにおばあちゃんのお父さんやおじいちゃんが絶対に周りのもんに友達の何も言うなって言って朝早く帰るって言って、でおばあちゃんそれを学校の先生に言われへんかったのは心残りやって俺に言うと。で知り合いのブラジル人に有金大金渡してなんかトラック持っとったって。でそのトラックもやるって言ってトラックの荷台に隠れて検問があるから命からがらに船まで行けたって言ってた。で
船乗っとってんけど、港におんねんけど、船底で絶対に外に出るなって言われたから出へんかった。そうそう。みんなそんなして帰ってきた。帰ってきた。で、ね、帰ってきたって。逃げて帰ってきた。だから、ブラジルの友達先生には何にも言われへんかったのが、ここに残るよって言うと。そんな時代があったなんて思わんもんな、誰も。まあ俺もコロナで帰ってくるの大変やったけど、まあ普通になんとか帰ってくれてよかったね。まあ俺もこの帰ってくる家があったから。あるからな。そうそうそう。お母ちゃんとお父ちゃんが帰ってくる家を作っててくれたから、帰る家書いて帰るじゃん。今タイでも年寄りで帰る家がなくて孤独死しておる老人がおるから帰すの。それから俺も娘たちに、帰ってこれる家をな、娘も大きくなって町で働いて帰ってきたいと思った時にいつでも帰ってくれる家を建てようと思って日本でちょっと仕事して家建てるお金を貯めたらまた帰るね。家建てね。そうそう、それがいい。うん、何でも人間はその拠点いうものが必ずどこかにないとな。うん、どんなことがあってもあそこへ帰れる、あそこへは行けるいうところがないと。うん、お母ちゃんとお父ちゃんは帰ってくれる家を作ってくれた、うん、まあ俺は ありがたいですよ。幸せの方ですよ、うん、よかったです。このコロナそれを次々、うん、次の代へ残していってやらないと。そうですね。まあ、戦後それからいろいろ大変やったな。そうやってしていったら滅びません。大丈夫です。でもお父ちゃんの方は百姓やったから食べ物には困らへんかったな。いろんな経験をするのもいいことやけどな、あれ基盤いうのがなかったらあかんからな。いや娘には僕がこういうふうに助かったような、うん、ように娘にも基盤を家を残してやろうって娘孫につながるようにそう思ってるわけですよ。おっちゃんしっかり働いて基盤を作れ、まあうん、頑張りますよ。まあ、日本はこうやってもまだ稼げる仕事さえ選ばんかった稼げる日本人の、まあ、よかったで、ね、ほんまつくづくそう思います。